バンクーバーカナックス、バンクーバーカナックス、バンクーバーカンックスは、カナダブリティシュコロンビア州、バンクーバーを本拠としている、ナショナルホッケーリーグ、NHL 所属のプロアイスホッケーチームでる。1945年に、太平洋岸、ホッケーリーグは、バンクーバー市にアイスホッケーのフランチャイズ権を与える、こととした。そこで設立されたのが、バンクーバーカナックスである。 カナックスは創設わずか2年で PCHL で優勝する順調な滑り出しを見せた。1952年には PCHL が西部カナダシニアホッケーリーグと合併しプロマイナーリーグである西部ホッケーリーグが誕生する。カナックスからはジョニー・バウアー、ジョニー・バウアー、アンディ・バスゲート、アンディ・バスゲート、トニー・エスポジト、ボビー・ウォア。 フィルマロニーといったスター選手が輩出されて、チームは1958年、1960年、1969年、および1970年に、レスター・パトリック・カップを獲得する。1965年になると、NHL はリーグに新たに6チームを加える、市場拡大構想を発表した。当時、WHL に加盟していたカナックスのオーナーであり、 元バンクーバー市長も務めたフレッド・ヒュームは、バンクーバー市も、この構想に乗って、参加申請することを発表した。ところが、NHL の理事会に対するプレゼンテーションの準備が、さんを極めていた。このことに加えて、バンクーバーのオーナーグループが、シカゴ・ブラック・ホークスのナー、ジェームス・ノリスや、トロント・メープルリーフスのオーナー、スタフォード・スマイス、スタフォード・スマイス、 バンクーバー市におけるアリーナ設置計画に失敗したた同志を毛嫌いしていたと一般的に言われるらと反りが合わなかったことから参加申請は不調に終わった。にもかかわらずバンクーバーに NHL フランチャイズチームが設立されることを見込んでホーム用としてバンクーバー展示場の敷地にパシフィックコロシアムが建設された。1970年 別のバンクーバーのオーナーグループがマイナーリーグ所属のカナックスを買収し、度重なる競技の結果、カナックスは加盟金600万ドルを支払い NHL に参加することが決定された。この時、東西の2地区の均衡を保つために、カナックスはバンクーバーが北米大陸の西海岸にあるにもかかわらず、東部地区に配置された。また同年にはシカゴブラックホークスが 東部地区から西部地区に配点されている。1970年新設時のデータ。カナックスはチーム史上3度スタンレーカップ決勝に進出している2011年時点。初進出は1982年でこの時はニューヨークアイランダースと対戦し4連敗となす術もなく完敗している。1994年2度目のスタンレーカップ決勝に 進出した際は、キャプテンのトレーバー・リンデン、テントリアのパベル・ブレ、ゴーリーのカーク・マクリーンの活躍もあり、西カンファレンスの第7シードから這い上がり、まさにダークホースでありながらカップ決勝進出を決めた。カップ決勝では、ニューヨーク・レンジャーズと対戦し、3勝4敗と、赤敗した。ちなみにこの時、敗北暴動がバンクーバーで起こっている。その後は、 マーグメシエなどがチームに入るものの1994年ほどの結果は残せていない。さらにプレーオフにも進出できないようになってきたが2006年にフロリダ・パンサーズからスーパースターロベルトル・オンゴを獲得し久々にプレーオフ進出を果たした。ロー・アンゴは初のプレーオフだったが1回戦の相手だラススターズと猛烈な ゴーリー戦を繰り広げた末、4勝3敗ながら2回戦進出を果たした。しかし、2回戦では、その後、スタンレーカップを取ることになるアナハイムラックスと対戦、結局得点力不足を克服できないまま2回戦で敗退した。2011年6月15日夜、バンクーバーでスタンレーカップ決勝の第7戦が行われ、バンクーバーカナックスは、 ボストンブルーインズに0から4で敗北し、3勝4敗でサンタビスタンレーカップを逃した。18年ぶりにカナダに優勝カップをもたらす期待が大きかったため、敗北を受け一部ファンが暴徒化し十数台の放火や略奪が発生。出動した機動隊が再類弾で鎮圧した結果100人以上が逮捕された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。